庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日はシソを長く栽培するための切り戻し作業と夏の管理についてご紹介していきたいと思います。シソ栽培もいよいよ後半になってきました。お盆を越えたらシソの栽培は中盤から後半になってきます。お世話をしないでそのままにしておきますと葉が硬くなったり、シソの葉が小さくなったり、とう立ちが早かったりします。とう立ちが始まってしまうとあまり美味しいシソは取れません。この時期にお手入れしておくことが重要です。今日はシソの真夏のお世話についてご紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。現在のシソの状況をご覧ください。このように枝葉が非常に茂っておりますけれども、だんだんと暑さと時期が過ぎてきますとこのように葉っぱ自体が非常に小さいものしか取れません。ですので更新剪定をして新しい芽を出す方法を紹介したいと思います。これを更新剪定または切り戻しなどと言いますけども、このまま大きい状態のままで秋に入ってもシソはすぐにダメになるかもしれません。美味しいシソを長く食べるには一度リフレッシュさせた方がいいでしょう。リフレッシュした後はある程度葉はそれほど大きくはなりませんが新しい葉が出てきます。これを最後にしてシソ栽培も終了としたいと思います。ということで8月後半に入る前に一度大掛かりな剪定をやってみたいと思います。それでは実際に剪定作業からやっていきたいと思います。剪定作業をやるポイントとしては新しい脇芽を何本か残すということがポイントでありますので、ぜひその脇芽を残して剪定をしてみてください。ではやってみます。ある程度大雑把にカットしていきます。全体の3分の1をカットしてみてください。これを見てください。このように下の方から脇芽が出てきております。ここにもはっきりと脇芽が出てきておりますので、こういったものを残してみてください。または脇芽自体もこのようにもう10センチぐらい大きく伸びたものもありますので、こういったものも残しておいた方が早く収穫が楽しめると思います。ここをカットします。脇芽から出てるシソはこのように色合いも良くて葉もゴワゴワしておらず新しい新芽だと思います。こちらも剪定しながら収穫していたんですが、少し放置していたらこのように非常に大きくなっております。指を切らないように剪定をしてみてください。バッサリと思い切って剪定することが肝心です。剪定したこのようなシソはもちろん食べても大丈夫です。もしくは乾燥させて雑草マルチのように使っていきましょう。ということでこのように短時間で剪定が終わりました。このシソは捨てるのはもったいありませんので、食べる分を収穫してあとは天日干しに干します。このように干しておきましょう。藁代わりにしてもいいですし、土壌にすき込んでもいいと思います。では夏場にやる作業をご紹介しておきましょう。剪定が終わりまして、全体的に葉が黄色く肥料不足の症状の時にはほんのわずかですけども油かすを追肥としてやった方がいいでしょう。油かすは窒素が豊富で新芽が出るためにこの窒素分が使われると思います。ただしやりすぎるとえぐみが強くなったり害虫が多くなったりしますので、ほんの 10cc ほど両サイドにやるだけで大丈夫だと思います。こちらのシソの葉を見てください。このように黄緑っぽいものが多い場合はちょっと窒素が不足しているかもしれません。
ではちょっと油かすを追試してみます。株元に穴を開けてほんの2つまみぐらい、1つまみがそうですね 5cc ぐらいですのでね、本当にわずかな油かすを入れてください。もう片方にも同じようにやってみてください。最後に肥料をやった部分に水を与えてください。反対側にもやります。たっぷりと水を与えて肥料の分解を促進しましょう。最後のポイントをご紹介します。乾燥防止対策です。8月は乾燥が続いておりますので、あまりにも水分が少ないとシソは成長がしませんし、葉っぱも大きくなりません。また乾燥が原因で硬い葉っぱになってきます。ということで水やりを定期的に行いましょう。ではやってみます。水やりはこのようにマルチを張って植えている方は、マルチの中にじょうろの部分を差し込んでたっぷりと流れるようにかけてみてください。たっぷりと水を与えておきましょう。先ほどの剪定をした直後は新芽がどんどんと伸びる時期なので、特に乾燥には注意をしてみてください。今日は真夏のシソ管理と切り戻し剪定をやってみました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではまた、バイバーイ。